では今回は作成した入力、こちらの INS と INT の入力ファイルから、解析を行っていく手順を説明します。まず、確認していただきたいのはこのシフトのところが、全てゼロになっていることを確認してください。そして、次にこの、プロファイルパラメータですが、こちらの方の ID もまずはゼロとしてください。そして、公指定数の変化も0になっている。以上のチェックが終わったら分析、解析に入ります。まず最初に、公指定数の変を変化させます。この今回計算する K は、等方的な、ものですので、A 軸さえ決めてしまえば B、C と決まってしまいます。A 軸や、C 軸が異なる場合には A と C を変えるように101としたりします。HCB なんかはそうですね。今回の場合は BCC や FCC なんですので、A 軸、B 軸、C 軸ほぼ一緒のもの、まあそういうものでないものもありますけども、今回特に一緒のもので行います。でまず変化させるものを、0から1に変えます。A 軸を変えれば B、C も変わるタイプのものですので、まずはこちらです。そして0を1にします。で、1、2、3、4、5、6、7。で、こちらの ID の数はこちらの数と一緒です。1、2、3、4、5、6、7ですので、まずここから1、2、3、4、5、6、7、ちゃんとあるのを確認します。で、問題なければ、リターンを出します。これで、リートベルトがまず1回目終わりました。RWP は 37.0778 と結構大きいですね。ちょっと例としてメモっておきましょう。公指定数は 5.761 から 5.79457 に変わっているのが分かります。では次、またドット INS のこちらの方に戻ります。次に、これは1にしたまま、次はプロファイルパラメータ、こちらの、タイプのプロファイルパラメータですね、を変更していきます。基本的には、半値幅パラメータを、これらのパラメータ、半値幅パラメータから、これまでのパラメータを左から順に行っていけばいいです。で、ダミーと書いてある部分は除きます。それで、違法性広がりパラメータは、結構分析は難しいので、これは、変更することはあまり、変更はあまりしなくても良いと思います。まあ、どうしてもやりたい場合にはやってもらっても構いません。では、ちょっと一度やってみましょう。まず、半値幅パラメータですが、基本的には左からと言いましたが、半値幅パラメータの場合には、歴史的な経緯から、この U、V、W の順番ではなくて、V、U、W の順番で解析する方が、良いということが分かっています。歴史的経緯というのは、この U、V、W の名前が付けられたのが歴史的な経緯でして、解析の順番を考えると、V、U、W ということです。では、ちょっとやってみましょう。まず、U から変更します。U は、左から2番目ですので、2番目のところを1にします。これで、リターンのボタンを押します。そして、RWP もだいぶ小さくなりました。では、戻って、次に、U を変更します。1、0。で、リターンのボタンを押します。で、次に、W を変更します。001します。そして、この次はない、半値幅パラメータではこの次はないです。これはダミーと書いてありますから変更する必要はないものです。で次に、非対称パラメータに移ります。こちらは左から順番に行っていきます。まず一番左、そして2番目、そして3番目、
で次に減衰パラメーターを変更します。まず一つ目、二つ目、三つ目、四つ目と、これで一巡しました。次は二つまたは三つ変更させます。例えば1100と言ったり、1110と言ったり感じです。まあ、今回は練習なので、まあ、ちょっと大雑把にこう切ります。そして今度は全てを一度に変更します。うん、だいぶ小さくなりましたね。ではここまで終わったら、せっかくですのでまずここのパラメーターを0にして、で残しておきましょう。こちらを、このようにして、コピーして、で、最初にシャープをつけてコメントアウト。コメントにしとく、あ、コメントアウトじゃない、コメントにしておきます。で、次に、公式定数のパラメーターを0にして、変更なしにします。でこの後このシフトエントリーの111にして、動かします。そしてこれを000に戻します。それで大事なことは、この一番初めの部分が、プラスマイナス 2.0 の e のマイナス2の範囲に収まっているか確認してください。この値があまり大きい値になると、格子上数の値が、偽物の値に なったり、占有率がおかしな値になったりします。ですので、ここはよくチェックしておいてください。でもうこれ、ここはもう、これから変更することはほとんどないと思います。で、次に、もう一度同じことをやります。まず、格子上数のパラメータを1にして、リターン。そしてプロファイルパラメータを順番にやっていきます。 U、 ちょっと今回面倒なのでちょっとあまりよろしくないですけど、こういうふうにやっていきます。まあ慣れてきたらこういう方法でもよろしいです。ここまで来ました。それではこれをまた元に戻します。でこれらの本当はパラメータというのは、最適な値というか取り得る値、理論的に取り得る値などがあるんですけど、まあ、今回は大まかな流れだけを説明しますので、解析の終わった後に、有名な参考書などを読んで、この値が大丈夫かどうかというのをチェックしてください。では次に行きます。でこれらが一通り終わると、構造パラメーターを変更させます。構造パラメーターはここに分かりますように、鉄とバナジウムと今回はルミがあるんですけども、まず左側から占有率、こちらが占有率です。で、その次に X 座標、Y 座標、Z 座標、そして原子変異となっています。で、この値をどうするかですけども、まず、
原子変異パラメータの場合は、軽元素の場合は 1.0 でいいと、1.0 から変えます。そして、重元素の場合は 0.5 ぐらいです。まあ、重元素といっても、鉄とバナジウムではどうかっていうところもありますけれども、まあ、中間の値として 0.75 ぐらいにしましょう。それで、まず占有率を変えていきましょう。占有率変えます。ちょっと鉄が少ない点が足りましたね。で次にバナジウム、バナジウムはほとんどですね。ほぼいいですね。で次に XYZ をどう変えるかというところになるんですけども、まあそれでこの XYZ を変えていいのかいけないのかというのはどうやって調べればいいかといいますと、もし契約しているのであればインターナショナルテーブルズで入れている空間群を入力して、どれを動かせばいいかと調べることができます。この他にあとフリーのものとしては、このネット上でインターナショナルテーブルズオブ X-ray、クリスタルグラフィーボリューム1というのを調べていただくと、このようにフリーのものが手に入ります。見ることができます。それで、対応する空間群のところに調べてい、くんですね。これ結構面倒いんですけどね。まあ、だからフリーというのはありがたいことですが、例えば225ですとこうなってまして、ちょっと画面が見えづらいんですけども、どういうふうに動かしていいのかです。で数値が0、明確に XYZ ではなくて、明確な数字は入力されているのは変更が不可能なところで、 X は Y、Z のところは変更が可能なところです。そして、これを対応させればいいです。もう少し分かりやすくしたいという場合には、ここで出てくるところにちゃんとサイトでどうなっているのかというのが 8C や 4A や 4B といったところ であると出てきますので、これと対応付ける、変わってしまった、対応付けるということになります。この他にももう一つは、このバイオビーバー、クリストグラフィックサーバーというところのホームページを開いてもらいまして、イクイバレントセットオブワイコフポジションというところに、こちらの方、あ、いいか、うまくいかないですね。こちらの方をチェックしてもらいます。これで、チューズのボタンを押して、使っている空間群をチェックしてもらうと、このように出てきます。でこれで対応する部分を見ればいいです。例えば 8C でしたら、もう4分の1、4分の1と書いてありますので、もう変更は不可能、変更はできません。で、この空間群の場合ですけど、で、4A も見てみましょう。4A の場合も0、0、0でも変更はできません。そして 4B もできません。ですので、この空間群で、座標を空間群でなおかつ、このような原子位置の指定をした場合には、細かな原子位置の変更というのはあんまりありえないというか、指定するのは良くないということが分かります。いくつか調べていただいて、例えばどうしても変えたいのであれば、まあ、ここからこの対称性の高い位置からずらして、対称性の低い位置で検討していくということ。まあ、今回は練習ですし、元素置換の場合には、あまり、この位置から動くということはほとんどありません。ですので、今回、今後もちょっと元素置換の形をよく扱っていくと思うんですけど、そういう場合には、もう、あまりここの位置は気にせずに、余裕ができたときに、検討していくようにしていただければと思います。それで、
で XYZ はまあ今回変更しないようにします。もし変更するのであればこのようになりますけれども、あまり変更できる位置ではないということですね。そして、最後に原子変異ですが、こちらを順番にやっていきます。マイナスになってしまったときはもう偽の値ですから、間違った値ですからそれは作用できません。こちらもそうですね。あ、こちらもダメですね。まあ、今回の例の場合には選択配合が出やすい、サンプルになっていまして、測定精度も低いので、占有率を詳細に求めたり、原子変異パラメータを求めるというのは難しいことになっていますけども、ちゃんと、測定ができている場合には、このような手順で、占有率や原子変異パラメータを、求めることができます。でこれがまた最適化し終わったら、こちらのパラメータをもう一度行って、RWP をどんどん減らしていくということになります。でもし可能であれば、これらのパラメータと、こちらのパラメータも全部、動かせるようにして、最適な値を見つけられる場合最も良いです。まあそういう場合はほとんどないですけれども、できる限り、行います。で、RWP は 22.428 となりました。RWP をどこまで下げればいいかというのはなかなか難しい問題なんですが、まあ一つには、ちゃんと測定できているものを参考にして、ちゃんと測定して、それが分かっているものを分析して、できるだけ避けられるところまで調べるということですね。でそれをと比較しながら、RWP がだいたいいいところまでいけているかどうかというのを検討することになります。もう一つとしては、こちらの実験室系の光源の場合には、ネットでこのタイトルで調べてもらうと分かるんですけども、出てくるんですが、この最強解説線の強度、こちらので、青い四角で書かれている方向になるんですけど、の強度と、解析で得られた RWP との対応値の対応関係、RWP は右側の方になるんです。対応関係がどういうふうになるのかっていうのを調べた、論文というか報告があります。それで、ちょっと今回の作業解説線がいくつかをちょっと見てみましょう。解析が終わった場合にはこのプロットのボタンを押し、終わらなくてもいいんですけども、様子を見たい場合にはこのプロットのボタンを押します。そうするとこのように結果を得ることができます。まあ差分がかなり小さくなって、作業解説線のところ以外はだいぶ小さいのでかなりよくフィットできていると思います、言えます。それで作業解説線の強度がだいたい8000ぐらいですから、こちらで8000ぐらいを見るとこの辺りです。で、まあ可能であれば RWP は10ぐらいまで下げられると思ったんですけども、今回ちょっとうまくいってます。で、まあこの理由の一つとしては、選択配合の影響が出てしまって、RWP が押し下げられなかったことと、この件は本当は減速置換を行っていますので、減速置換を考慮した、解析を行う必要があります。で、減速置換を行った解析をするにはどうすればいいかということですが、それはまた次回に説明します。